どうも、ヴィランでございます。ということで、前回の続きからやっていきたいんですけども、前回ちょっと、シリアスな感じで終わったから、なぜかっていうと、人類はもういないっていう、衝撃の事実を、告げられたので、アーカイブってどこで見れるんだろう。アーカイブってどこで見れるの？アーカイブってどこで見れるの？あった。これだ。あ、違うわ。エンゲルスの記憶とかいっぱいあんじゃん。うわ。エンゲルスの記憶全然見てねえな。そういえば。サーバーに保存されていたデータ。あ、これか。待って、旧世界の情報とかは関係ない。OK、これだな。今まで。まず、ちょっと一旦整理すると、まず全部ね、打ち上げられていたものは全部、エンプティだと。ほぼエンプティ。で、これは全くよくわからない。何の話をしてるのかが全くわかりません。これが記載保管記録か。まだ生きている人たちってことか。なるほどね。で、12、11、12、11、12、全部12と11じゃねえか。はもうロストと、もうなくなってしまったんだな。で、これが、その計画と。9S が核心に迫るきっかけとなった計画じゃないや。記録と。なるほどな。で、これ、次の下のこれが、前回、司令官にもらった計画書。ヨルハ計画とは、アンドロイド繊維公用？わかんない。主目的とした、総合情報計画である。本校では、この作戦が起案された経緯と、各段階における作戦内容を記載する。本資料は、機密レベル S とし、司令官以外のヨルハ関係者に提示してはならないことに注意。してた。これ押した方がいいんだな。人類、絶滅。西暦3400年、3400年、400年近く、付近で、ゲシュタルト計画が崩壊した後、残されたアンドロイドは人類再生の方法を模索した。しかし、その方法を見つけることができないまま、西暦4200年頃には人類は滅亡。絶滅だね。ゲシュタルトの遺伝子、および残されたレプリカントの構成情報のみを記録化として、月面に決定された、保管基地に収容することになった。アンドロイドの繊維低下。人類絶滅の情報は厳重に、なんだこれ、秘蔵されていたが、それでも真実に気づくアンドロイドが増加していくことは止められなかった。噂が噂を呼ぶ形となり、守るべきものを失ったアンドロイドたちの繊維が、著しく低下。これを言う、なんて言うんだろう。人類軍司令部はアンドロイド繊維公用を目的とするヨルハ計画を立案した。計画1から3、月面サーバーの情報偽装。まず、人類は月面に逃れているという偽装情報をレジスタンス間で極秘情報として流布。それを補強するための通信サーバーを月面に設置し、定期通信を行うこととした。月面サーバーは、ごく少数の保守要員のみを配置する。計画2-1、ヨルハ部隊設立。当時、立案されていた、次世代戦闘機計画を大幅に改変し、新たなモデル、ヨルハを製造。実験部隊から得られたデータは、正式採用モデルが生産され、各地へと派遣された。ヨルハ部隊一部運用員は、本計画のことを知った上で、月面の偽装サーバーの運用と保護を任されていた。なるほど。全部嘘だったと。で、結局だから 9S とか 2B が戦っていたものは、何の意味もないってことだよね。要するに。だって、人間のために戦っていたわけでしょ？
なんか人類に栄光あれとか言われてさ。でも、何の意味もなく、戦わされてたと。なるほどな。なんか、結局、あれかな。それってのは、A2 の言っていた、裏切ったのは司令部の方だろうっていうのは、そういうことなのかな。A2 は、全部に気づき、そして、何か A2 の中で何か動いてたりしたのかな。まあそういうことか。何？絵本って何？そういうことが全部揃ってって、これは勝手に揃えてくれるやつか。なるほどな。なるほど。B に、なんて言えば。うお、どうした？だって、でも、これも全部嘘なんだろ。要するに。戦闘配置、行かなきゃ。でも、戦闘配置伝って、じゃあなんで戦ってんのっていうあれじゃないの。お、お、お、走って言ってる。2B を支援せよ。2B。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生あれだよな。同じことだ。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。めっちゃ走って言ってる。ちょっと君についていくわ。大型兵器も確認されているため、速やかな対処が望まれる。あ、どこ行った？ちょっと一回セーブしよう。待って、でも、じゃあ 9S さを、俺が 2B、で、一周目の時に、9S 知った状態で戦ってたってこと？何のために戦ってんのか分からず、戦ってたってこと？何も言わなかったのかって、2B じゃない、9S。なんでお前はいつも何も言わないんだ？なんで？なんで一人でそうやって抱え込もうとするんだよ。なんか今女の子いなかった？左側に。え、あれ何？あれいなくない？あ、いない。え、なんか女の子いたよな。関係ないのか。わ、すっごい。地球？大丈夫。電波障害のため、うわー、すっご。え、こっから始まんの？うわ、なんかすごいすごいすごい。うわー、大気圏ってやつ？うわあ、こっから始まるのか。9S、お前はなぜ全てを一人で抱え込もうとする？なあ、なんか、確かにさ、悩みとかを言わないのはさ、聞こえはかっこいいかもしんないけどさ、なんでお前出てくんの？一回倒したやん。でも、確かにそれも一つの強さだとは思うんだけど、でもなんか悩みとかをさ、ちゃんとしっかり言うってのも、俺は強さだと思うけどな。なんか、一人で抱え込む必要はないし、悩んだら悩んだでさ、なんか、言うべきだと思うけどな。でもきっと迷惑かけたくないっていうね、なんか、優しさから出るんだろうね。悩みとかを言わない人の中には、なんか言えないとかじゃなくて、迷惑かけちゃうんじゃないかなっていう。痛いね、そうやって出てきたのか、9S。大丈夫。いや、命中してよかった。俺は破壊してやる。出たな。うわ、詰まってってる。同じだ。これでどうなるんだっけ？なんか 2B じゃない？ 9S はなんか違う感じで確かコントロールしてきた気がする。うわ、なんか一緒に戦う感じ、なんか久々だな。釣りを開始って、こんなところで釣り開始してられるか。いたー。うわー、待てー。 2B は早く破壊して。9S はそんな戦闘には優れてないんです。全然。おい、いた、いた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 。
これ乗っ取れんのかな。いや、こんなんハッキングできるか。こんなんハッキングしたらもう、ひど、待て。これは、ギリいけそうなハッキングだな。ギリいけそうなこの感じが一番悔しい。はい。で、もういいや、普通に攻撃しよう。一気に叩き込め。2B も一気に叩き込むんだ。2B どこ行った。痛かった今。違う、俺が食らったのか。うわー、詰まってきちゃった。ちょっと 2B 頼りなのよ。攻撃に関しては 2B 頼りなの。頼むよ。うわ、なんかやばい行った。あぶねえ。なんで回復書を使うんや。いた。よし、そう。台。何のために台ある。平い台よ、ほんとに。うわ、すごい、多いな。もう、わけわからんもん。いった。ちょっと、一回離れよ。ちょっと、無理はやめよう。よし。何で俺が離れた途端やめるんだよ。ちょっと、地味に、その、ちょっと高い位置やめてよ。その、変な高い位置やめてくれよ。あー、また集まってきちゃったよ、もう。こいつらがいると本体に攻撃ができないんだよ。ハゲて。うわ、またハゲたらハゲたでそれやんの。これ食らってる？ポットのダメージこれ食らってる？いた。ちょっと、痛えよ。くそが。くっそ腹立つ。なんなんだよ。ちょっと。ただ痛いね。あともうちょっとなのに。来た。これ攻撃当たってんのか。ちょっとずつ当たってる。長い、強い。あ、来た。よしよしよし、やっとだ。どこ行った。どこだっけ。なんかあっちにいるんだっけ。移動した気がする。確か。そうだ、こいつもあった。めっちゃ忘れてた。めちゃめちゃ忘れてた。でけえ。まだ出てくるの。よし、ちょっとあっちだな。確かあっちに向かうんだな。うわー、すごい。ちっちゃいの持ち帰ってくる。トービーさん、聞こえますか。あ、いた。待て、違う。まずい。そうね。パスカルのとこがね、危険なのよね。パスカルの村へ向かう。そうだ、先にパスカルの方に行ってあげなきゃいけなかったんだ。どけ、お前ら。お前らに構って暇ない。大丈夫か、パスカル。パスカル、平気か。確かみんなで頑張って守ってんだよな、パスカルたちも。なんか一気に機械生命体が暴走して、それをなんか頑張ってゲートで食い止めてた気がする。ボコボコにやられてる。お前らどけ。あぶね。よし。そうな、イブのせいでな。イブに多分こうして全員暴れ始めたんだろうな。こいつを排除する。よし。痛い。どういう動き。硬いな。てか硬い。レベル高くね、相手の。46って俺の一回り上じゃん。強ない。危ない。オッケー。どうだ。イエーイ、出たい。でもこれほとんどポットでしか攻撃できる。だすごい。なんですごい、できとか言っちゃった。ポットでしか攻撃できなかった気がする。いた。ちょっと。どこ攻撃すればいいの。あの、コアどこ。コア。あたた。ちょ。コアを攻撃しなきゃ。あ、来た。今だ。いけ。2B も叩き込んで。2B。今だ。いけ。この時がチャンス。あれ。まだだ。この時はもう何もできない。ただただ見るしかできない。当たんないもんな、だってコアのとこに今から。この状態じゃ当てられなくないか。
あれどこ行っちゃった。危ねえ、どこ行ったかと思った。ちょっと見えないですね。あったあったあった、外されちゃうんだよな、ロックを。だからやっぱあれだな、ちょっとまたコアが落ちてくるの我慢するしかないか。来た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 、ちょっと当てる。いやもう全然当てる、1とかじゃん。全然当てられてないわ。来た来た来た、今だ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 、いけ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 、当てろ、攻撃を、攻撃当てるんだ。よし来た。あ、コアだ、ゲット。助かりました。大丈夫だぞパスカル。何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走。それは多分きっとあれだろうな、イブのせいな。機体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。そうだ、その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。結局イブの位置を特定できる。イブが機械生命体にとっては主軸だったのか。要は司令官が言ってたような、あの神様みたいなポジションなわけだろう。ありがとう。ここだ、このブラコンが舐めやがって。こっから攻撃できねえから。いた、カッコつきやがって。なんかカッコつけてる感じ。来たのか。さっきまで兄ちゃん兄ちゃん言ってたじゃねえか。カッコつけんな。お前たちも思うだ。こんな世界意味がない。うわ、でもなんかね、ナイエス側の話を聞くと。なんかこんな世界意味ないって。でも戦ってることに意味はないよね、正直。お前らもなんで俺らに挑むんだよ。いや別に俺らって殺したい殺したわけじゃないんだ。お前らだって普通に生活してればよかったじゃねえかよ、何もせずによ。本当にお前よく見ると本当ワンピースのキッドみたいな攻撃の仕方してくるよな。お前48レベルって強っ。なんで俺こんな少ないんだろう、経験値、経験値がレベル。わあ、ほんとすごいすごいすごい。キットにしか見えなくなってくるわ。髪もなんか赤いし。こいつハッキングできんのかな。いやでもな、もう結局ハッキングしたところでな、俺はハッキングを攻略できないんだよな。いて、よいしょよいしょ、硬いな。ちょっとレベルの差がひどいな。これ結構あれだよね、ニア、レベルの差結構あるよな。あー出た、上に行かなきゃいけないんだ。どっかから登れない。あ、ここから登れそう。よしよいしょ、あと落ちる、危ねえ。あーそうねそうね、その空中ダッシュなんかね、調子こいてやったら落ちるよね。そりゃしっかり待って、飛んで飛んで、いて、あぶね、落ちる落ちる落ちる、飛んで、あぶね、飛んで。俺ずっとぐるぐる回ってるだけじゃない、周りを。そんなことない。そうね、こっちとか行かなきゃね、進めないよね。よいしょ、どこだ、いた、まだ落とされる、あぶね。うわ最低、落ちるとこだった、あぶね。ちょっといた、いた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 、ちょっとちょちょちょ、そんな上で戦うのやめてさ、下でやろうよ。いて、くそが、待て、落ちない、平気、危ねえ、落ちるかと思った。ちょっとそんな、なんかあんま移動すんな。あ、落ちた、いて、硬いな。48レベルか、俺まで42だもんな。あ、危ねえ。ちょっと一回、最後に一回ちょっと、あ、ちょっといける、あ、いける。あ、待って待って待って、ちょっと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 、起きた。これ、こいつ、こいつハッキングしたら、こいつハッキングしてちょっとでも、いて、もうやめた、ハッキングなんてやめた、いて。ちょっとお前ずるいって。わあ、もう全部回復されたわ。停止させてみる、トゥービー援護して、了解。
やっぱハッキングしなきゃダメ、ハッキングしなきゃダメ。ああ俺もで今できなかった。いった、ちょ痛い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 、ちょっとトゥビ、トゥビうまく援護してくれるとありがたいですね。今だ、うわ何これ、うわ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 、そういうこと、こいつはえいけんのか、えいけない、あいけた、ちょっと攻撃が当たれば進めるんだ、よし、うわーすごいな、やばい、いっと、だから兄ちゃんと二人でさ普通に静かに暮らしてればよかったのに、お前がなんか勝手に俺らに対してなんかいろいろ暴力とか振るってくるからそうなるんだろう、本当に。はこっちか、なんだこれ、穴開いてるだけだ、お前こっちか、この角度なんて言った、今何もいらなかったみたいなこと言った、そうだよ、だから兄ちゃんと二人で過ごしてればよかったんだよ、それお前そんな変なことするからそうなるんだよ。何？待ってこっちか。でこっちの退避？退避した方がいいってこと？何言うぞ、お前そうやって退避とか言われてたのに、お前そうやってどんどんやってたのかよ。そっか。やばい、どんどんなんか侵略されてんのか。頑張れナイエス、オブジェクトコントロール機能を奪えれば、お前そうやって頑張ってたのか、いけナイエス頑張れ、俺はそのナイエスの頑張りを応援するよ。長いな、最後のここ長、あ、なんだ、え、なに、部屋じゃん、部屋、家、部屋、お、ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ、だけどなんかこうおかしくない、兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ、兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ、だから二人でどこか静かな場所に、兄ちゃん、そういうことだったのか。まあイブの気持ちもなんかここに来てわからなくはないな。なるほどな。みんなが静かに暮らす方法はなかったのか。まあイブはもうあれだよな、俺らにアダムを殺されたっていう気持ちしかないよな。あ、すごい、目の包帯取れてる、うわあった、一周目の時から目の包帯取れてたっけ、うわー、ういとー、急に来て全然今反応できなかった、危ない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 よ、おーじゃ痛い、避けたと思ったんだけどな、うわーいー、ちょい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 、多いな多いな、いった、あーやばい、危ねえ、今連続で食らったら死んでたな、痛い、いきなり来る、予兆がない、ずるいな、ずっと飛んでると何もできないんだよな、ずっと飛んでると何もできないんだよイブ、いた、ちょっと、いやもう地味に削っていくしかないな、おっと危ねえ、おーいし、
近づけさせてもくれないしな。ずっと逃げてるな、なんかイブ。おい、剣も当たんないだろこれ。いった、剣振った時にちょうど出してくんない。いやー、これはもうちょっと地味に、わー待って、レーザーにすればよかったかな、ポットのあれを。やらかした、分かってたんだったらレーザーにすればよかったな。ちょっとちょっと、いた、伊藤。やばい、近接戦闘不可能って、俺近接戦闘一回もしてなかったけど。出た、この状態もう避けるしかない、この状態。ああ避ける、二人頑張れ頑張れ、痛い、でも回復する。危ねえ、あ、ナイエースじゃない、トゥービーめっちゃ当たってる、危ねえ、いた、くっさー、お前早く、イブ早く倒れてくれ、この動きが辛すぎる、痛い、でも回復する、地獄だろうな、イブにとっては。どんなに与えても回復されるから、痛い、すげえ当たる、やばいやばいやばい、これこれさ、避けれないのか、あ、あの回避もできないんだもんね、来た、よし、1周目と2周目じゃアダムとイブに対する気持ちがちょっと変わる。なんかこれで全部、アダムとイブは本当に死ななきゃいけなかったのかなってちょっと思うわ。別に争わなくても、その時ナインスどう思ってたんだろう。失敗しちゃった。ナインス側の気持ちわかるのかな。あ、ナインス側を見せんだ。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないか。全部わかってるだろ、全部わかってても、そうやって何 S、ナイエスどう思ってるんだ。だって全部を知った上で戦ってるわけじゃん今、まあ、全部かどうか分かんないけど。何？やっぱいたよね、やっぱ出撃する前にもいたよな。誰この二人。ちょっとあの二人、女の子のせいでナイエスとトゥービーに全然集中できなかったんだけど。何だったんだ、あの女の子二人、何だったの今。なんで 2B と 9S の周りにいたの。
なのか。もう戦わなくていいんだぞ、トゥービー。こんな機械。これは通信データ信号が共鳴し合って。共鳴し合ってるのもなんで共鳴し合ってるんだろうな。めっちゃ綺麗。すごい喋るよね、パパ。ここすごい喋る、すごい。もうわかんない、わかんない、わかんない。とりあえずこの辺りで敵のメモリーに立ち寄って、わからん。あとに僕が自分のボディに戻れた。ナイエス、よかった。え、トゥビ可愛い。こうやってアダムとイブをめぐる。最後の戦いは終わった。ナイエス側の言葉か。戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。どうなるの？あれ？一周目の時この曲英語だった気がする。今日本語だ。うわ待って、これで二周目終わりか。なんか分かったのは本当になんか実は人間はもういないっていうこと。重要なところそれだけ。何だったんだ。何のために戦ってたのか分かんないってこと。結局何も分からずじまいじゃねえか。ただただ 2B と 9S は何のために戦ってたのかも分かんないし、人間のために戦ってたと思ったらその人間もいない。司令官とか何のために戦ってんの。その戦いは何のため。だって誰が得すんの戦って。100歩譲ってなんか利益があるならまだしも、特に戦う意味ないわけでしょ。だって誰にも命令されてないし。もうわからないことだらけだ。2週目に入ってわかること増えるかなと思ったけど、わからないことだらけだ。なんか物事は分かろうとすると余計分からなくなる。もう、お？こんな映像あったっけ？あったっけ？こんな映像あったっけ？動けるんだけど。
何それ、どういうこと。待って動けるんだけど、なんでこの中で動けんの。ついにイブを倒したんだな。その後ってことか。はあ、戻ってきたったってこと。戻れる。あれも違う。セーブはできない。とりあえずじゃあ目的のところに向かっていいか。うわ、よくやってくれたら 2B。 いや本当にありがとうございましたって。何 S 開いた、大丈夫か。え、これ何できんの。終わっちゃった。ちょ雰囲気台無しじゃねえか。何 S。 ああ、トゥビー待ってたよ。これを渡しておく。どういうこと。え、なんで、なんでトゥビー。いや、なんでもない。おい、今言おうとしただろ。気をつけて。予定されていた準備行動を完了。最終確認、自室に配備された装備。何 S、 お前お、言いたいことあるなら言えって。言いたいことあるなら言えよ。ナイエス、待って、なんかあ、メールを受信した。え、見れないんだけど。見れないじゃん、メールどうやって見るんだよ。ここには何もない。ここ行けるのか。あ、行ける。え、自分の部屋か。え、いいのか、自分の部屋に戻って。僕は、え、何、予告って何。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。なんだこれ。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、お、知らない、トゥービー、この戦争を終わらせるのだ。え、トゥービー、栄光あれ。なんだそれ。あ、はい、セーブします。はい、え、あ、セーブ、はい、します。お願いします。え、なんだ。あ、終わった。おお、なんだ、背景が変わった。え、背景が変わった。え、お、なんだっけ、あの、あ、月の涙。ああ、なんだっけ、名前。うわ、すっごい忘れた。ああ、すっごい忘れた。すっごい忘れたけど、あいつのとこじゃん。